はいどうもピオキングです。今日はですね、実況者あるあるじゃないんですけど、まあ僕だけかな、たまに実況してると恥ずかしいことがあるんですよ。僕実況してる時って実況部屋とかないから、まあ、リビングっていうのかな、まあそんなところでやってるんですよ。でそのリビングと玄関はめちゃくちゃ近いわけ。それでね、実況してる時って耳にイヤホンしてゲームの音を聞きながら実況してるんですよ。僕の動画を結構見てる方は分かると思うんですけど、うるさいじゃん、まあ、ぶっちゃけうるさいんだよ僕まあその状態でね、配達が来るわけ。ピンポンっつって、絶対聞こえてるよね外に。うわとかさ、マリオなんとかとかさ、ギャーとか言ってるんですよ。その状態ですごく出にくいなーって。それじゃあ今日もですね、みんなでバトルやっていきますか。プッシュフォワード&ヒット A。 ゴール条件は10コインを1枚取ってからゴール。このコースはですね、もうほんとよくね、もうぶっちゃけね、もうぶっちゃけ見飽きたもう見飽きたと言ってもいいぐらい、もうこれが必要になるんだよこれ。いやちょっと待って、キノピオ分かってらっしゃるね。いや渡せないよ、でも絶対渡せない。よし来た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 、この状態でちゃっちゃ。あー今外がね、なんかエヴァンゲリオンの使徒が襲来したみたいな音が鳴ってるんだよね。めっちゃ怖いよね、うーんみたいなマジで使徒襲来してんじゃないのっていうね、僕のこの地区にね、うん、思うんですけどね。大丈夫かな、使徒が来たらね、ちょっと今この実況やめなきゃいけないんですよ。それ以前に実況どころじゃねえなって思うんですけど。いやーキノピコやるね、このキップドロップしていこう。おえどういうことこれは。なるほど、ブンブンを5匹かっていうことは、ここアイテム必須だね。僕アイテム持っていきます。さあこれはスターかい、スターではないのか。オッケー、ありがとうありがとう。これでもう多分ブンブン倒せるよね。はっ、スターあるぞ。待って、スターある、スターある、スター、どこ行った。なるほど、左にある、左にスターがある。うわー落ちた、マジか。これは左く、僕こっちに。あー待って待って、翔太、あっよし、はい。あら、あちょっと待って、今僕ゴールしたんだけどさ、翔太ゴールする気なかったよね。優しすぎない？ちょっとルイージの名前見てみよっか。翔太のほくろね、一応エスプレスの人なんだね。絶対に負けますさん、また翔太のほくろさんいるかと思ったんですけど、いないな。ただ絶対に負けますっていうあのマリオ、絶対に強いよ、マジで強い。さあこのマリオを注目しておいてください、絶対強いと思うんで。今回マリオ一番下に行きましたね。いやじゃあ僕この中間に行きます。マリオどこ行った？マリオ一番上？よし、これ僕得意ですよ、この横スク関係はね。さあここでスタートしました。うわラグ、ジャンプ、オッケー、これはジャンプか、オッケー、よしよしよし、このまま渡っていきます。オッケーオッケー。でこれはね、バネでピョンピョンコース、これは一人用コースなのかな、どうなんだろう。僕一番最初行きたいと思います。マリオ僕を信用して、こういう待ってルイージ待ってって、これはしゃがみジャンプが多分重要になってくると思う。ちょっと待って、これどうしよう、これどうしようか、これはマジで怖いな、これは怖い、どうしようかマジで。このまま右に行けるかな、ダメだった、ダメだったね、これマジで難しいわ。最後のあそこみんな苦戦すると思うんですよ、どうなんだろうね。これは上から行きます。でここは僕右に行って、うわ一回当たれるのずるい。コインを140枚取ってからゴール。こん中で140枚もあるってこと大変じゃない絶対大変だよねこれ。ちょっと先に僕この上、あアイテムと思ったけど違うのか、これなんもないね、もう完全にフェイントだったね。多分全部だな、このコース大変だね。おフラワーある、さあフラワー取っていきます。140枚か、待って、みんな何も取ってってないね。え、人任せ完全に人任せだ、みんな。うーわ、出たよ。もう、いいや、働きます、僕。ね、みんなのためにボランティアします。あ、これは下？あ、下関係ないの？あ、おお、なんか乗れた。なんか乗れたね。まあ、乗れたのはいいんだけど、コインがないからね。コインがなかったらゴールできないもんな。おルイージ一緒行こうね。ルイージ一緒行こう。え？ちょっと待って、早くね、早くね、ゴール条件、ちょっと待って待って、ゴール条件どこ、あいた、
メカクッパいるで、あれ確かメカクッパだったっけ、メカコクッパだったっけ、ちょっと名前忘れたけど、うーわ、そうそうそう、この子夜になるとビーム吐くんだよな。僕アイテム取っていきます。いいねこれ、このドングーリ、ドングーリめっちゃ速いってか、危ないナイスブレーキ、ナイスブレーキだけど、このまま渡っていけるかな、大丈夫、あぶね、いや、みんなやられない、みんなやられて、なんでやられないの、一人やられてるね、熱いねこれ、いや熱いよこれ、勝てるチャンスあるかもしんない、ちょっと待って、マジで危ねえここ、よしよしよし、あとマリオは、マリオ後ろいるね、勝ったやっぱ最初アイテムここ重要だったね、多分これ勝ちだ、土管に入ります、そして中間ポイントか、これ長そう、めっちゃ長そうだけど、いやこれは勝てるチャンスあると思うんだよね、よしでこのまま渡っていきます、こっちでいいかな、コインのとこ行ってみる、はい、いやまだ来れないと思うんだよみんな、結構後ろにいたからね、さあここでもう一回どんぐり取っていきます、で上からさ、やっぱゆっくり踏んでいこうね、ここはもう急がなくていい、多分そんなに急がなくていいと思う、でも来た、待ってまずい、来た、やつが来た、やつが来た、危ねえ、あー危ない、当たるやっぱ当たったね、多分ここを越えればねゴールがあると思うんだけどな、どうだろう、ちょっとここもう一回どんぐり取っていこうか、よし、オッケー、どんぐりは上からジャンプしていきます、オッケー、いいねいいね、そしてどうしよう、下から行く、僕下から行きます、よし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 、後ろ争ってるでしょう、キノピオはまだ来ないね、やったね、それじゃあキノピオ待っておきますか、なんかキノピオさ、あの服船長みたいだね、ちょっとこのコースの雰囲気とめっちゃ合ってるね、ブラックミント、ブラックミントだね、言ってる意味よくわからないけど、ちょっと伝わってみんな伝わって、あれブラックミントだよね、うわこのスキンやっぱいいな、このスキンとこの音楽、この音楽マジ好きなんですよね、このなんていうの、ここで一人になって、うん、ゆっくり行きます、僕まあ争うものは何もないからね、ね、こうやって一人でゆっくり行った方がね気持ちよく行けるんですよ、多分ね、あのキノピオとかさ、あのマリオとか多分落ちてくると思うんだよ、当たっ、あぶねー、今見た、今絶対当たったと思ったよね、超危なかった、よし、それじゃあ次のコースやっていきますか、おっとこれはいいコースだね、ここはしゃがんでいきます、あのね、つららも最初、あ、ここパックンでそう、こういうとこマジパックンでそう、危ない危ない、あ、よし、ナイスしゃがみじゃん、あ、危ない、あ見た、今のマリオとルイージ兄弟、あの兄弟マジかわいそう、あ、待って、これ僕ここで取っていきます、ここはそろそろ取ってった方がいいと思うんで、うん、取ってって、はい、取らなくてもよかったね、ちょっと待って、ゴールさして、ちょっとサニー22、めっちゃ可愛いな22ってね、22、さあ22さんとの勝負ですけど、今回僕は22じゃなくて弟の方、もう緑の方緑の方を扱っていきたいと思います、やった、一番最初行きました、だいたい一番最初行くとアイテムは取らない方がいいんですよ、あ、待って待って、危ね危ね、よし、このまままっすぐ行きます、これジャンプして、なるべく早く行こう、やめてやめてよ、もうやめてよ、もう一番遅いマリオごめんマリオごめん、完璧なタイミングだったね今、さあ今回も22さんからゴールされました、僕もゴールできました、実はですね、みんなでバトルコース僕作ってるんですよ、でもそれね、なかなか進まないね、ってかこれはよく見るコースですね、みんなでバトルで、僕結構このコース知ってますよ、さあどっから行こう、でもこれ一番下の人がユリだよね、これさめっちゃ音いいよね、あのアイテム取る音とか鳴るんですよやっぱり一番下有利だよねこれ、よし、オッケーオッケーオッケー、でこれは渡ります、よし、これ渡る、これ渡る、よし、オッケー、でこれね、多分ね、多分知ってると思うんですよみんな、このコースアイテムが重要、どこ行こう、下から2番目でいいいやでも下から2番目、あた、はい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 、熱い熱い熱い、これはこのまま行きますか、ちょっと待って、マリオマリオ邪魔だって、やめてってそういうの、よし、オッケー、自滅しやがったマリオ自滅しやがった、でこれはこのままパウで行きます、
これはこのまま行こうか。いたずら、いたずら、せめて2匹は倒さないというね。このままキノコ取っていきます。これはね、多分一番いいところがあると思うんだよ。マリオ意味ないぞそれ。マリオ意味なかったね。そこ足場があるんだよ。さあこのまま渡っていって、で次にね、確かこうちくわブロックに乗るみたいな、そうこういうのがあるんだよきっと。うわ、ここでヒップドロップ入れる。これ結構ダントツじゃない？でも最後のね、ゴールのやり方が結構きついんだよな。確かこれ一番上がスターだった気がする。違う、マジかよ。この辺で投げておけ。あの辺で投げておこう。うわー、ここね、プロペラとかあれば一番いいんだけどな。うわー、まずい、これはまずいぞ、非常にまずい。一回当たっていい、一回当たっていいから、このまま持っていきます。で、最後のちょっと待って、危ねえ、ここ一発で決めます。はい、よっしゃ。来た、今の完璧だったよね。さあ今回もマリオカートっていうコースだったね。どんなコースだろう。さっきみたいなコースとはまたちょっと違った感じだね。あの土管からなんか出るっぽいかな、なんか出るんだろうね。なるほど、ちょっと待って、ちょっと待って、僕も取らせて、ちょっと待って。うわ、一番出遅れだ。お、ルイージそっちから行くの。頭良いね、ルイージ。これは上かな、下でいいの、下こっち、ちょっとルイージ争うのやめよう。でこのまま下行きます。ブブー言われたよ、ブブー言われたけど、え、大丈夫、これ上じゃん、これ上じゃん、これ右じゃん、で下じゃん、ちょっとルイージやめてって。そんなに流らないでって。さあこのまんま右っていうかさ、もうね、もう一通じゃんこれ、マリカっていうかこれ一通じゃんこれ。一通じゃんね、もう一回言っていい、一通じゃん。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。